こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、Amazon のアカウント削除のですね、リスクヘッジのために、複数アカウントを運営するというのをね、お勧めしてますけど、これは、初めのうちはやる必要ないです。ただ、売上が1万ドルを超えるようになってきたら、やっといた方がいいです。あるいは、まだ1万ドル超えてなくてもですね、結構、大きく仕入れをして、ホリデーシーズン用にね、半年分の在庫を入れるとか、そういう時は、あらかじめやっといた方がいいです。で、この時ですね、中途半端なやり方をすると、リスクヘッジどころか、作ったアカウント両方削除ということにもなりかねないです。で、最近ですね、会員さんの相談で、新しい法人を作って、新しいパソコンを用意して、新しい、住所で登録したのに、削除された人が、情報発信している人でいますという相談を受けました。で、その方のね、ブログ見てみましたけど、おそらく、失敗したところはですね、MAC アドレスじゃないかなというのに思い当たりました。で、調べてみるとですね、MAC アドレス、これ機械全部にくっついてます。機械っていうのはもうルーターもハブもそうですし、モバイル使いモバイルにももちろんついてます。IP アドレスはね、普通気にするんですけど、MAC アドレスまでね、見てるとか見てないとかいういろいろ議論はありますけど、この、事例の方は、3時間で削除されたと。ね。法人作って3時間で削除されたらたまったもんじゃないですね。で、おそらくね、中古の機器を使ったと。MAC アドレスが一致しなかったらね、そんな短い時間で削除されるわけないんで、機器をケチったんでしょうね。で、法人を作るのに、日本法人だったら30万。で、最近ね、新たに、お勧めしているリトアニアでも4万円。パソコンがだいたい、安いもんでも、4、5万。電話安いですね。で、プロバイダー契約。これも、実質お金かかるかかんないかわかんないですけど、いろいろ手間とお金かかってます。そこで、安いルーターとかね、揃えたら、5000円とかね、せいぜい高くても1万円ぐらいのもんですから、そこをケチってね、ケチってというか多分見落としたんでしょうね。そこをケチって削除されたらたまったもんじゃないです。全部新品で用意してください。なぜかというと、もし中古のね、機械でその方が Amazon で削除されちゃった、あるいは今削除されなくてもですね、登録したアカウントが将来的に削除された場合には、中古の機器を使ってると、MAC アドレスが重複してるんで、とばっちりを食います。いや、そんなのね、違うって証明すればいいんじゃないかというのが言われますけど、基本的に疑わしいものを復活するということは Amazon はやらないです。ですからね、中古を買うと、MAC アドレス重複でとばっちりを受けることがあると。で、逆に中古を使ってたのを売ってもですね、自分が売った MAC アドレス、ね、自分はちゃんとやってたのに、その買った人がですね、やらかしたらそのとばっちりを食う可能性もあると。だから、Amazon だの eBay だのやってる場合は、中古の機器の売買はしない方がいいというのがね、この事例を見て思いました。おそらく今まではそんなのもあんまりなかったでしょうし、Amazon だの eBay だのね、やってる人はそんなにいなかったんで問題ないんでしょうけど、何しろ、Amazon とか eBay を本格的にやってる人はですね、極端な話、アカウント20個とか持って、パソコン20台とかで運営してる場合もあります。で、そのパソコンどうするか、ね、いらなくなったら売る可能性高いですよね。そうなると、古いパソコンを使うのは、ちょっとこれからは危険だなという気がします。性能ね、高性能なパソコンじゃなくていいんで、新しいパソコンを使ってください。それと、あと、シェアオフィス。これね、法人作るときに気軽にシェアオフィス使う方いますけど、これは絶対やめた方がいいです。とばっちり食います。とばっちり食いますしね、法人を作る、日本法人を作る一番のメリットは、借り入れをするということだと私は考えてるんですけど、シェアオフィスだと借り入れもできません。銀行口座の開設もできません。だから法人作る意味がなくなっちゃうんですね。ですんで、例えば、田舎の実家とかね、そういう方が全然いいです。一番いいのはね、今いる、家を、登記の住所にするとかね。待てよ。そうですね。個人名でやってて、登記の住所、今の住所と一緒になっちゃまずいんで、どっか事務所用に借りて、そこを事務所にするというのがいいですね。
まあ、そういうのを考えるとね、借り入れしないんだったら、リトアニア、これ4万円でできますんでね、安くておすすめです。で、レンタルオフィスも、シェアオフィスでもですね、あんまり、アマゾンだの、eBay だのに使われてないんだったら大丈夫です。で、要は、日本のシェアオフィス、ちょっとチェック甘いんでですね、やめた方がいいのと、あまりにも日本法人作って、シェアオフィス使ってこけてる人が多いんで、そのとばっちりを食う可能性があると。今のところ、リトアニアならまだ大丈夫だというようなことです。もちろん、望ましいのはシェアオフィスじゃなくて、自分で、賃貸で用意するという方が理想的です。そんなわけで、今までね、パソコンと IP、プロバイダー変えりゃいいって言ってたんですけど、Mac アドレスにも、ね、注意しないといけないと。確実に Mac アドレスを見てるし、もしかしたら今までね、見てなかったけど見るようになったかもしれないし、どっちにしろね、中古のパソコンを買ったり、中古のパソコンを売ったりして得られるメリットは、せいぜいね、数万円、そのリスクを負ってですね、せっかく作った、アカウントをリスクにさらすことはないんで、中古の機器を使うことはやめた方がいいと。ケチらず全部まっさらにして、足跡つかないようにね、してリスクヘッジしてください。法人作る前にはですね、また、これ見ただけで作らず、最新の情報は変わってることもありえますし、見落としてることがあるかもしれないんで、相談してから、作るようにしてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。